2008年北京オリンピックのハンドボール競技、アジア予選は、北京オリンピックのアジア代表国を決定、および北京オリンピックアイハフ世界最終予選のアジア代表国を決定する大会。なお、ここでは2008年1月に行われた再試合についても、本校で詳述する。2007年9月1日から9月6日にかけて、愛知県豊田市のスカイホール豊田にて開催された。 一回戦争あたりのリーグ戦を行い、優勝チームがオリンピック出場国、準優勝チームが北京オリンピックアイハフ世界最終予選出場国となる。出場国、編集、この試合結果は中東の笛による採点疑惑を呼び、国際ハンドボール連盟が試合結果は無効と判断、後に2008年1月30日にアジア予選の再選を行うきっかけとなった。 9月1日、9月2日、9月3日、9月4日、9月5日、韓国アラブ首長国連邦の試合開始時間は、当初18時からであったが、8月14日に14時に変更となった。9月6日2007年8月25日から8月28日にかけてアルマトイにて開催された。1回戦争あたりのリーグ戦を行い、優勝チームがオリンピック出場国。 2位3位のチームが北京オリンピックアイハフ世界最終予選出場国となる。出場国、編集なお、カザフスタン、韓国、日本は2勝1敗で並んだが、3チーム、3チームによる特失点差は以下の通り。この試合の後、男子の試合結果無効と判断に伴い、女子もアジア予選の再選が行われたが、スポーツ仲裁裁判所の判決により、この結果が有効。 再戦の試合結果は正式に無効となった。よってカザフスタンが北京オリンピック出場国、韓国と日本が世界最終予選出場国となった。8月25日、8月27日、8月29日、国立代々木第一体育館先に行われた試合結果に対し予選第2位の韓国と予選第3位の日本が国際ハンドボール連盟に 中東の笛によるアンフェアな試合であった。と抗議、日韓共同で要望書を提出、予選の再試合を求めた。この要望に対し、2007年12月17日に、アイハフはパリで緊急理事会を開催、先に行われたアジア予選の結果を向こうとし、アイハフ管理下で再試合を行うことを決定した。これに対し、アジアハンドボール連盟は12月27日に、 やり直す理由がない。と再試合を拒否。2008年1月5日には、常任理事国である日本に、内緒で緊急常任理事会を開催。やり直し拒否の決定。やり直し予選に参加した国には、再試合後処分を下すとの判断を下した。このダーソフの決定に日本は、アイハフは、ダーソフよりも上の組織であり、アイハフの決定に従う。とし、韓国もこれに同調。 結局、ダーソフは再試合を認めないまま1月29日と30日に日本と韓国によるアジア予選再試合が行われた。試合会場は国立代々木競技場第一体育館。なおこの騒動が連日報道されていたため、男子の試合では一般発売された前売り券6000枚が40分にて完売となった。また、女子のチケットも 3000枚以上のチケットが売れ、両日とも通常のハンドボールの試合では考えられない観客数を動員した。この試合開催に際し、同じ1月30日に国立競技場で行われるサッカー、日本代表の試合が行われることもあり、日本サッカー協会より共に戦おうという意味も込めて、青い応援シートが寄付された。開催日、 2008年1月29日出場国、日本、開催国、韓国。この試合の結果は、後日スポーツ仲裁裁判所の判決により正式に無効となった。よって、日本、韓国ともに世界最終予選出場国となった。開催日、2008年1月30日出場国、日本、開催国、韓国。この試合の結果は、 後日スポーツ仲裁裁判所の判決により正式に有効となり、韓国は北京オリンピック出場、日本は世界最終予選出場国となった。ダーソフは2月5日、クウェート市で常任理事会を開き、ダーソフが認めていない、北京五輪アジア予選やり直しに参加した日本と韓国に警告と罰金千ドルの処分を科すことを決めた。罰金の支払いを条件に、 2月17日に開幕する男子アジア選手権への出場も認めるとした。これに対し日本は理由のないものは一銭たりとも出せないと支払いを拒否、また5日にアイハフ側も支払う必要はないと明言。韓国は4月2日に男女ともにオリンピック出場が決まり、これ以上ダーソフとの関係を悪くしたくないとの意向で罰金を。 支払うと韓国メディアが報道したが、アイハフが処分への移行を発表後、4月6日に韓国協会の会長が支払う意思がないことを改めて明言したため、最終的には支払いを拒否した。これを受けてダーソフも予選のやり直しと処分の取り消しを認めざるを得なくなり、以降は沈黙を保った。なお、この問題によって日本協会から日、半、中及び、 周辺諸国で東アジア連盟の設立を推奨するとの意向が発表されたが現在も設立の動きはない。ありがとうございます。